皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様でございます。内田です。ニーアオートマタ2週目、続きをやっていきたいと思います。前回バンカーに来て、これから何をしていくんだろうかというところで配信を終えたと思うんですが、司令官に話を聞いたところ、レジスタンスに、この先が格納庫ですね、行きましょう。はい、レジスタンスに行ってくださいと言われましたので、飛行ユニットで飛ぶために今格納庫にやってまいりました。今回は動画で、お送りするんですけれども、いわゆる雑魚敵との戦いなどね、ちょっとカットできるところはカットをして編集を入れてサクサクっとお送りできたらいいなと思っているんですが、長くなるかもしれない。あー、ここだここだ。はい、着きました。レジスタンスにやってまいりました。で、音楽が変わるんですよね。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。リーダー、あそこだ、あそこ。アネモネさんですよね。お前たちは2号。どうもこんにちは。あ、2号。あれ、2B のことを知ってるんですか。あ、これ 2B のことを2号って言ってるんだっけ。いや、バンカーから連絡が来てたからな。これ1周目と一緒ですね。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。うん、バンカーから話は聞いている。はいはい、このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。 2B 伸びしてる、かわいい。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。はい、でクエスト、あ、武器屋さんのクエストかな。はいはいはい、武器を扱っていますと。あー、そうだ、これなんか集めてくるんだよね。材料を集めてきて手助けするんだった。はいはい、 OK。 このクエストをやっていくんですね。で、こちらの道具屋さんも確かクエストありましたよね。はいはいはい。で、機器体を再利用して道具を作って何か買っていくかいと。あれ、クエストなかったっけかな。匂い袋、私買っておりますね。回復は十分ある。 OK。 プラグインチップは使ってないんですか。あ、機材不調で休業中。あ、修理資材があれば対応できる。ふんふんふん、 OK。 なるほど、こちらの道具屋さんのクエストもやっていきましょう。依頼を引き受ける。オッケー。左の方に行った広場。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりました、ね。全部集まってる。全部集まってました。何やら一周目のものですかね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから。文句を言わない。はい、話しかけられないんですね、この二人が喋ってる時はね。 OK。 はい、調達してきましたよ、わざわざはるばる。はい、あー、長い戦争の間にこの体は何度も修理した。部品を乾燥して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 、最初から残ってるのはこの左足だけなんだ。あー、方、そうおっしゃってましたね。左足がオリジナルパーツなんだよっていう話は1周目でも聞きました。はい。で、こちらのクエストはまだだったかな。あ、この変な女レジスタンスさんも相変わらずいろいろ教えてくれると。そしたら武器屋さんが欲しがっているものだけ集めてくればいいんだな。さて、取った素材を武器屋さんにあげましょう。これで整備デバイスは修理完了ですね。ようやく営業ができるぜ。
仲間を守るために武器を作ってるんだ。ああ、これね、深いですよね、このセリフ。俺が武器を作ることで仲間を早く死なせているのかもしれねえって。何のために攻撃するのかっていうことだよね。守るために、誰かを守るために攻撃するのか。攻撃という行為そのものが守ることにはなっていないのかもしれないという。深いですよね、この武器屋さん。さあ、アネモネさんからも一つ頼みがある。砂漠地帯の凶悪な機械生命体の調査ですね。了解了解、行ってきましょう。じゃあ砂漠地帯行こうかな。オペレーターより 9S へ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを転送します。ありがとうございます。さすがオペレーターさん、仕事が早いですね。無駄口を叩いていると不必要にエネルギー消費されます。作戦行動に関係のない発言は控えてください。はい。なんかあれですね、 2B の時のオペレーターの 6O とは違って、 9's のオペレーターさんはこう業務に徹してる感じなんですね。なんか 2B の時は 6O は結構こう女の子同士の会話みたいのを好んでしていたけど、やっぱりオペレーターさんにも個体差みたいなものがあるんだろうな。アンドロイドとはいえ、ちょっと砂漠まで早送りだな。月面人類会議より、地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。はい。現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。この話とかも一緒かな。諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。いや、この話聞いた覚えあるぞ。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。こういう時って 2B って何にも相槌とかも打ってくれなかったんだっけ。ナインズが喋ってるだけだった。あれ、ここが目的地っぽいんだけど、あ、ここだここだ。はい。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。ジャッカスさんだそうだそうだ。砂漠の機械ども退治してくれるって。じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これ？うん。これはね。あ、そうそうそう。あんまり無理しないようにね。そうそうそう。そうそうそう。いや、なんか一周目でやったことって意外と忘れてるな。なんかきっかけがあるとは、ああこんなんあったなってなるけど。爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。いや、覚えてるようで覚えてないな。つい最近やったばっかりなのにね。そしてこちらに来て、あー来たね、この滑る砂漠で。あのマークついてるところに行けばいいんだよね。砂で滑りますね。楽しいよね、ここ滑るところ。懐かしいな。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。なんかもう広すぎて全然どこに何があるかわかんないね。ああこれか。ああこの服着た人たちか。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えた。よしよしよし。どうして最近になって増えたんだろう。いや、ハッキングが楽だわ、ナインズの場合。当たるけど。痛い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 。オッケー。よーし。なんかロックオンしてるんだけど、これロックオンされてるかな、ちゃんと。なんか不安になってきた、こんなにも当たるから、シューティング。
あ、もう砂漠の敵は全部倒したかな。なんか全部倒したっぽいな。オッケー。これで、あ、これで目的地に着きましたね。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別。そうだそうだ、この逃げる子だね。逃げる子を追っていきましょう。まあ、やっぱり1周目でやったことのおさらいがちょっと多いからあれかな。結構サクサクいっちゃっても乗車の皆さん的にも問題ないかな。山が噴火しました。こんなのあった。噴火の火の中から神様が現れました。いや待って、これはないぞ。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、え、生きる意味を。わ、これは一周目にはなかったですね、このムービーは。あれは怪盗、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。わざわざ大勢で集まって住むなんて。いや、この会話は聞いたな。この辺りは危険だったのかな。いや待ってよ、集団で住んでいたのは土地の不足による経済的な理由。あれ、前に戦ったロボットだよね。推奨、あれ、破壊、あ、これ、あの個体は放っておくには危険と判断。これ、了解。なるほど。いやでもちょっとさっきのムービー気になりますね、非常に。なんでナインズの声でだったのかも気になる、ナレーションが。危ない、危ないよ。こっちから行った方がいいのかな。痛い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 よ。あ、でももうちょっとでやれそうだぞ。よいしょ。これで何かできないかな。なんかコアに攻撃できないの。これで攻撃できると。 OK、 この繰り返しね。あとちょっと、やっぱ 2B の時みたいなアクションとは全然違うな、戦い方が。よし、壊したんじゃない。やったー。よくも彼をそんなことって言ってたっけ。どうして、逃げろ逃げろん、あ、間違えた。あー、道間違えちゃうとこね。可愛いんだよな、あのアンドロイド。どういう基準で、アンドロイドじゃないや、機械生命体ね。機械生命体とアンドロイド同じ機械の括りだけど、やっぱりそこの認識間違えるとこのストーリーぐちゃぐちゃになっちゃうからな。死体、推測、当地域に生息する機械生命体によるもの。なんでこんな場所に。ここね、不明、まるで集められているような感じですね。このナインズ側でしか開けられない宝箱ちゃんと取ろう。見逃しがないようにしていきます。あー、ここだ、アダムとのとこだ。この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。いや、これハッキングでいけるかな。ハッキング難しいんだよな、まだ慣れてないっていうこともあって。子供、子供、子供。あー、これも見たね、一周目。なんだこれは。大好き大好き。トゥビー、
耳を貸しちゃダメです。一緒にいよう、一緒にいよう、抱っこ抱っこ。こいつらに心なんかない。ただ人間の言葉を真似しているだけだよ。破壊しましょう。おっぱい好き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 。待って、気づいちゃった。私一周目に気づかなかったところに気づいてしまったけど、なんか言葉にするのがはばかられるようなちょっと考察なんですけども、ちょっと言おうかどうか今すごい迷って、ふっと心に秘めてちょっと飲み込んだんですけども、ちょっと分かる人には分かったかな今の、もしかしてっていう。あれはもしかしてっていうそれで待って、赤ちゃんを大事にしてるっていうのは多分そういうことだな。機械生命体なりのその命を生み出そうとする行為を真似してるというか、まあ、こんな感じの説明でお分かりいただけただろうか。何がって思ってる人はもう何がって思ったままで多分大丈夫なんですけど、これ全部ハッキングするの辛くないですか。え、数多すぎて、痛い、これ全部ハッキング、ひたすらハッキングかな。増えてきた。よし。怖い。見るの2回目だけど怖いよ、ここ。あ、もう声が怖い。わ。この群がる感じもちょっとな、集合体恐怖症の人には辛いだろうな。なんかちっちゃい虫がいっぱい固まってるみたいに見えるもんね。あ、出てきたニュルン。アンドロイド？違う、こいつ機械生命体です。ニュルン。いや、そう、裸なんだよね、この時ね、この人。ホッキングできんのかな。ホッキングできる？アダム。アンドロイド、どうして戦う？あ、できそうだぞ、頑張れば。刀、避け、弾。トゥービー、あいつ進化してる。一気に蹴りをつけましょう。あ、いけた。ハッキングいける。ハッキングいけるぞ。ハッキングこそ正義。よし。おお。あ、めっちゃ大ダメージ与えてる。2B の時よりもやりやすいのかな。でもハッキングってどこの距離から、あ、この遠くからでもできる。 OK。 よしいい感じだな。今回苦手と思っていたハッキングが、この赤いの当たるのやだ。痛い。ただのレベル8。あー、これ徐々に上がってってる、成長しているっていうのはそういうことよね。もうちょっとで
お、オッケーオッケー、倒した。これが機械生命体。いや、そうそう、ここからまた手がニュッと出て、こんにちはお兄ちゃんといった感じでイブが出てくると。もう一体増えるなんて。相変わらずパンツも履いてないですね。脱出しないと。で、次に会った時に確かなんかパンツというか下着つけて、その後に会った時に服も着てたんだよね。トゥビー、あの横穴から逃げられそうです。それって何なんだろう、知能が上がったみたいなことなのかな。あの裸だと恥ずかしいって気持ちを覚えたっていうことなのかな。あの演出は、ちゃんと服を着るっていう演出は、なんかそんな気がしてきたぞ。そうでしょ、びっくりした、びっくりした。オッケーオッケー。え、これこのまま逃げていいんだよね、確か。ここまで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体は。これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。でもこのアダムとイブとの司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。因縁がやっぱりちょっとまだ謎残ってるから、そこ分かるのかな。2周目では、ふう、お、これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です、うん、一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか。そうだね、一旦戻ろう。確かに一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。これはあったね、報告。一周目でもアクセスポイントからメール受信と連絡。ちょっとチップとかも必要なのあったら補給しておきたいな。アネモネさんにお話を伺いましょう。砂漠の機械生命体の話はジャッカスから聞いた。大変だったな。と言ってはなんだが、君たちヨルハのために部屋を用意しておいた。あ、これで部屋が使えるようになるのか。そっか、まだ使えなかったか。オッケー、よし、そしたらまた戦闘に向かいましょうか。オペレーターより 9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。うん、再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。あ、現在もブラックボックス信号が確認されていることから死亡はしていないと推定される、はいはいはい、信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました、うんうんうん、他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。あれ、これ消息不明の人たちってどこにいるんだっけ。マップを見てみましょう。あ、遊園地か、なるほど。遊園地じゃあ行きましょうか。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。あ、そうだそうだ、こっから行くんだ。あー、この下水道も懐かしいな。ねえトゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、
機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。創造主たる人間って言ってるけど、人間まだ出てきてないんだよな一回も。こちら随行支援ユニットポント042、操作試験は 2B にセットされている。なんだっけこれ。こちら随行支援ユニットポント153、操作試験は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。うん。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。え、ポット同士が会話するなんかあった。効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。諸データの交換を随時行う。え、こまめにお互いなんかセーブみたいなことをしなくてもナインズと 2B はちゃんと記憶を忘れないでいられるみたいなことなのかな。え、なんだ今のポット同士の会話。これちょっと新たな展開っぽいですね。あー、来た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 、ここだここだ、遊園地だ。機械は見つけました。出たこのムービー。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。うん。宝物の形はみんな違いました。見た目は同じ作りだけど胸の部分の印が全部違ったね今のも。これはどういうこと。機械生命体のことを言っているのか、アンドロイドのことを言っているのか。何こいつら。楽しいね楽しいね。これは来ましたね遊園地。異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。ここの雰囲気やっぱりすごい好きだな。音楽もすごく好きだし。でここはまだ行けない。開かないみたいですね。どこか他の道から進めないかな。本当に綺麗この映像。やっぱりこれシンデレラ城とかをイメージしてるのかな。参考にはしてるような感じしますけども、真ん中がハートにくり抜かれてるんだよな。それで花火も打ち上がってて、いや音楽も幻想的だし、めちゃめちゃ好きだわここの雰囲気。こっちか。あーここあれだ、ジェットコースター乗るとこだ。うわぁ懐かしいな、ここの景色すごい好きなんだよな。廃島、人類が建造した遊具、レール上を高速で移動し、この立ったままね 2B と一緒に乗るところ。絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。すごいいいシーンですよね、幻想的だし。ところで痛い痛い、話そうとしたけどハッキングで話しかけられない。親しい人は僕のことをない、ハッキングすると会話が途切れてしまう。そう、そろそろ 2B はどうですか。あ、大事なとこだったのに。ナインズって呼んでくれていいんですよ。ナインズって呼んでのとこなのにね。そう、ハッキングしなくても勝てるのこれ。ナインズって呼んでくれよなのとこだったな今。
弱い敵だったら正直そんなに動かなくてもハッキングやれるな。来た。ちょっとハッキング複雑な人はちょっと勘弁してほしい。オッケがあるところかな。あー思い出した。そうだね、舞台のとこだ。いやこの人だ、歌姫のところだね。こういうちょっと他の敵とは違う機械生命体が、こんな形の機械生命体記録にありません。どうやって生まれたかが気になる。あ、ハッキングできない。そういえばこの人ハッキングしてこなかったっけか、この人自身が敵として。あ、ハッキングできない、三角ボタンが使えない。この人 2B に頼るしかないな。やばい、怖いよ怖いよ痛いよ。ちょっとポットと 2B でやっていただくしかないですね。痛い、熱い。あ、避けていけばなんとかなる、もしかして。微妙に減ってるのか減ってない、まあ減ってるか HP。 怖い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 、この魚卵はちょっと辛いね。近接ないんで、近接多分そんなに強くないよね。あーこれなるほど。これで避けるターンですね。よし、こんなん避けらんないよ。近い近い近い、よし。さあ奥にはいけないのか。おー怖い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 。あ、えこれ私ハッキングできてる、全部壊してたか。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。ハッキング攻撃されたのか今。トゥービー、トゥービーがハッキングされてる。綺麗になりますって言ってたのこの人だとして、あのちっちゃいそこら辺にいる雑魚敵と同じような体だったってことだよね。昔は、いや、あの帽子をかぶったアンドロイドじゃないや、機械生命体は誰なんだ。アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。
すぐに終わらせる。わあ。おお。これはハッキングしたのかされたのか。どっちだ。私はハッキングボタンを押してないんだけども。うおー、何？あのフレアみたいのに触るとハッキングされてるっぽい。巨大フレア。敵がどこにおるかわからんの。おお。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。あ、これでハッキングできるのか。ナインズ、よし行け。天才ハッカー行け。よし。わあ。記憶が。あ、変身してる。人だったのか。シルクハットの帽子をかぶっている人は好きになってもらいたくて他の機械生命体の命を奪って自分の部品にしたってことか。このオーボワールさんはその回数か。あれ、こんなに細かく1周目の時あったかな。なんかなんとなくあのシルクバットのおじさんがちょっと出てきたような覚えはあるんだけど。いたいたいた、赤い壁、赤い壁。ちょ、むずい。警告、敵のジグデータによる飽和攻撃、速やかに破壊しないと記憶領域に重大なダメージを懸念。まずい、早く破壊しろと言われてしまいました。あとこれあれか、この黒い円柱を通さないといけないのかな。よし、あと1回ハッキング成功すればいけそう。いや、この赤い四角が強いのよ。赤い四角が強いのよ。怖い怖い。よし、あ、いけたか。まだか。あ、トゥービー大丈夫。了解。行け。あー、これでとどめだ。ねえ、私を見て。綺麗になった私だけを見てて。この服はどうかな。この仕草は可愛いと思ってもらえるかな。好きだという感情が何なのかは今でもわからない。だけれどあの人の気持ちを引きつけるためだったらどんな努力だってする。そう決めた。昔年老いた機械生命体から美しいものが愛を勝ち取るという話を聞いた。美しいとは何だろう。私たち機械生命体の知見にはそうした概念はない。そこで人類が残した過去の資料を調べてみると、どうも装飾をしたり肌をきれいにしたりすることで美しいが強化されるらしい。私はあの人のために美しいになる。東の方で貴重な宝石があると聞いた。それはとても険しい山にある宝石だった。何度も崖から滑り落ちながらようやく手にした宝石。キラリキラリと青く輝く石。この石を手に入れるために体のパーツのいくつかが動かなくなってしまった。でもこの傷は勲章だ。最近他の機械生命体たちの間でこんな噂が流れている。アンドロイドの体を食えば永遠の美を得られる。バカバカしい。アンドロイドを食うと美しくなるというのは非論理的だ。だが私はそれを実行した。ほんの少しでも可能性があるのならどんなことだって成し遂げてみせる。じゃああの生きたまま生贄になってたアンドロイドって食べられたものなのかな。貼り付けになってたアンドロイド。
吐きそうになりながら食べたアンドロイドの味は腐った油のような味がした。毎日毎日美しくなるように魅力的になるように努力した。だが彼は私に振り向いてくれない。歌というものが相手の気持ちを引きつけるという話を聞いてからは毎日歌の練習をしている。だが彼は私に振り向いてくれない。アンドロイドのみならず同胞の機械生命体まで食べてみた。ああ、殺したというより食べたのか。だが彼は私に振り向いてくれない。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 彼は私に振り向いてくれない。やがて私は気づく。あの人の気持ちを手に入れることなどできないのだ。彼は高価な宝石も貴重な装飾も美しい体も何一つ興味がない。私は何のためにこんな姿になってしまったのだろう。無意味だ、無意味だ、無意味だ。鏡に映る自らの姿の無意味さに絶叫する。誰か私を認めて。一周目の時見たの、この今の最後の映像だ。これしか見てなかったんだ、一周目は。これナインズのハッキング能力によって、この助けてくれてこの機械生命体のハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。スキャナーモデルだから。記憶と感情がアンドロイドたちを助けないと浮かび上がってきたのかな。これナインズだから分かったことって感じがするね。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、これは食ったわけではないのかな。あ、でここで開くんだね、ドアが。うわー、そっか、このだから今戦った敵ボーボワールさんでしたっけ。あの人が、あの人というかあの機械生命体がなんでああなったかっていうのがここでわかるようになってるんだ。それにしても切ないな。トゥビー、何？あの機械生命体なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。ああ、そうですね。感情を理解してしまったんだな、ここでナインズも。うわあ、これは結構来るね。私、心に。敵じゃない。え、あなたたち壊れた機械生命体倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する、私たちの村に来い。これでパスカルのとこ行くんだ。あー、思い出しました。あー、思い出した。私1周目の時さ、問答無用でなんかボタン押し間違えたかなんかでこの人を倒しちゃったんだよな、確か。いやー、申し訳なかったね、1周目の時は。確か攻撃しちゃった気がする、この人。倒してはないかな。ということで次にパスカルの村に行くところなので、今回はこの辺りで終わりたいと思います。なあ兄ちゃん。え、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると、なんだこの話、人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろ、イブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで
知性を得ることができたらしい。リンゴだね。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああ。じゃあ頑張って食べるよ。うわあ、こうやって人間に近い行動をとっていく過程がちゃんと2週目では描かれるんだ。いや、ちょっとパスカルの村に移動しようと思って一旦録画終了してたらこんなことになってしまうんでびっくりしました。というわけでパスカルの村に到着しましたね。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。あー、ということでここでパスカルの村に到着しましたので、今回はこの辺りで終わりたいと思います。というか本当はさっきアダムとイブの会話がある前に終わろうとしてたんですけれども、まさかあんな大切なムービーがあると思いませんで、これで下着を履いた理由が分かりましたね。はい、ということで皆様ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価などなどよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様です。じゃあね、バイバイ。